と呼んでみましょう、うん、さあということで今回のゲストの菊池亜美さんです。どうぞ。もしも運命の人がすぐ出にくい。何が出にくいじゃん。どうしたのよ。いや本当ね、うん、ちょっといいですかこのまんまで。いやいいですよ。ちょっと本当いろいろ私言いたい。ちょまずしくじりの件言いたい。どうしたの。しくじり、まあ、落ち着いてよ。しくじりなんかあるの。いやありますよ。なんかしくじり、うん、私たまたま、うん、ね、うん、たまたま出てないんですよ今。スケジュールとかそういうあれで、いろいろ別にそういうわけじゃなくてってことね。別に違うんですよ多分。ね、あそうなんだ。そうでもさっきここの、はいはい、この現場に来る前にちょうど本当リアルなテンションでマネージャーさんと、なんか今日クミッキー収録行ってたみたいですけど私呼ばれてますかって話をしてたんですよ。だからもう本当にショックで私もこれどころじゃなくなっちゃったもん。なんかそっちをまず入っちゃった。なるほど。でも若林さんも別にスタッフさんが聞いたわけじゃないからね、うん、いや僕の、うん、予想ですから。そうそう個人の意見。でも俺がなんか、うん、リアルに感じてるのは、うん、俺いつもこう、授業始まる前でさ、しくじ先生、なんか、多少話すじゃん、生徒と。はい、はい。あの時になんか、最近、菊池亜美が来てませんねって、何回か言ったことあんのよ。うん、はいはい。どうでした？でしたら、ウケんの、すごい。ウケるっていうか、もうほんと。何それ。地獄のようにウケんのよ。ねえ。やめよう、そういう、本当に。全然入ってきてないその情報。いやそれはまあそうでなんかさらっと俺も言ってるから。嘘、うん。しかもねなんか私全然しくじる先生のスタッフさんにお会いだからしてないんですよ。してないんだけど、うん、今日さっきツイッターでね、うん、そのこのラジオ出ますって言った時に、うん、しくじる先生スタッフ一度応援してますって来て。あらどういう気持ちでしたそういうけど全然出てないんだよしくじる。それはだから味方でいてくれてるわけじゃない。久しぶりの会話がそれですよだって。それはいいじゃん頑張って。どうしようと思ってなんかでも、うん、やっぱあそこ狭きもんだよね、うん、しくじり先生の、うん、あの 3列目のところ、うん、いや本当にだって最近結構出てますもんね、いろんな方やっぱ気になる。うん、あいろいろ考えちゃったの。でもさそれはその番組としていろんな人を、うん、まあ試すじゃないけどね、うん、で最終的にその菊池亜美になればいいじゃない、うん、いやでも何ヶ月露骨すぎません。私クミッキーとねすっごい仲いいんですよプライベートで、そうだから仕事のこととかも話すんですけど、そうかなんかしくじりだけは触れられないの。あーなるほどね。どっちがもう大変だねそれもね。そうですよ。でもほら応援してくれてるわけだから、まあ、少なくともこのねラジオに関して言ったら、あれさ、うん、しくじり先生はさ、うん、2時間ちょい授業あったりするじゃん、はいはい、ああいう時やっぱいろいろ思うもん、あちょっともうちょっと私出といた方がいいかなとか。なんかその、打ち合わせの時に言われるんですよ、スタッフさんに。ちょっと今日も頑張ってね、みたいな。ああ、頑張ってねっていう方向で。その、今日も頑張ってねっていうシンプルな言葉、一番なんかいろいろ含まれてません？ああ、具体的じゃないよね。いろいろ考えちゃうの、すごい。頑張ってねってプレッシャーだよね。そうそう。先ほどね、若林さんがなんか、個人のね、うん、まあ意見で分析したけど、1時間なん15分ぐらい。1時間過ぎぐらい。で、やばいと思って、うん、その無理やりこう、ねじ込んでくると、肩を。うん、っていう分析はどうなの？そこに関して言ったら。だからそれは、まあ反論があったらね。ほぼ当たってるから言ってほしくない。本当に言ってほしくない。だってこれ聞いてたら思っちゃうもん、みんなそれ。もっと、私、もう全部出にくくなっちゃう。あそう言わないで、そういうのに。しくじり出にくいもん、今すごい。いや、それは、それで、うん、その、菊池さんに振る、うん、先生が振ることもあるし、うん、はいはいはい。それはなんか、みんながわーってなった時に入ってくるのも、上手はかなりトップクラスよ。はいはいはい。で、それにして持って入り方が1、2回あるんですよ。それを俺は楽しみにしてんの、いつも。いや、いつもね、うんうん、これ出過ぎかな、うん、出てないかなって気になっちゃうんですよ。まあ、それ難しいね。出過ぎてもダメだし。最近吉村さんも、うん、あってもしくじりのこと振ってこないようになったんですよ。なんかしくじり出てないねってすごいいじられてたんですよ最初。全然来ないじゃんみたいな。最近もうしの字も言ってこない。本当になんか私やばいと思われてんのかなと思って。大丈夫よ。やめてもしくじりの話一回置いとこ。そうね。うん。いやだから、ね、だから俺はだから来てほしいのよ。うん
だから言うのよ。じゃあさっきのマネージャーさんに聞いたら、うん、大丈夫です。アミさん呼ばれてます。今日はスケジュール、うん、今日もあったんですよね。あったあったあった。スケジュール NG ですって。なるほど。ああ、じゃあ今日は別のお仕事が入ってたから。ああ、いや、そういうのは忙しいからみんなそれぞれ。そうよ。でも固定でしょ、うん、レギュラー番組ならこの日、この曜日に収録みたいなさ。そう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 。じゃあ、あれはでもバラエティーズエンジェルの、うん、ねバラエティーズエンジェルこそ、うん、今始まったばっかだから言われたくダメだよ、スタジオの人が言っちゃこんなさ、裏側のことを一番裏側言ってんじゃん、男の人が。こんなさ、うん、まだこれ続くかもしれないんだから。いや、相当面白いコーナーだね。あれもうスタジオすごいもう盛り上がって、超盛り上がってる。そうよ。盛り上がってるけど思ってるってことでしょ、若部さん。あー、これちょっと出過ぎだなみたいな。だって俺、じゃあ出過ぎじゃなくて、俺が思うことだってまた裏ね、うん、やっぱ斜めだから、俺、性格が。でもなんかこういう出る側の人が言ったことってなんかスタッフさんも、うん、あ確かになみたいな感じなっちゃうじゃないですか。なるほど、なんとなくもやっとして思ってたことを言葉になっちゃったってパターンね。そうなの、うん、でもそういえばさ、うん、あのドケチ節約家じゃないんだもんね。ドケチではないですね。ないもんね。だからあのロケでは一緒じゃなったことないもんね、うん、ドケチ隊のメンバーではないよね、うん、ああ、うん、そうよ。その、今いくつだっけ。25です。25か、はい、25、でもまだなんか、うん、思ったより若いのが結構、どのぐらいからテレビの仕事を。テレビは、一人で出たのは21です。へぇー。一人で出始めたのは。アイドリングからってこと。アイドリングは17歳の時にやってて、一人は21ですね。先生、何アイドリングで頭角を表したから、一人で出れるようになるもんなの、やっぱそういうのって。めちゃイケに、うんうん、あ、いいんですか、めちゃイケとか言って。いや、大丈夫ですよ。めちゃイケに。全然だよ。そういう系列ですから。そういうね。いよいよそういう、ね。裏をね。しっかり知ってるから、ほんとに、うん。業界を気にするから、ねねね。そういうのやめよう、もう一回。ちょっと、一回やめよう、ちょっと。ちょ、聞いていいか。やめてよ、CX とか言うの。フジテレビって言ったらいいよ。そう、めちゃイケ。こうそのうち LF って日本放送で言うから我々も言ったことないめちゃイケで、うん、そのやっぱ AKB がすごい人気の時に、うん、AKB 以外だらけのアイドル大運動会っていうのをやったんですよ。で AKB 以外のアイドル100人出た時に、まあそれ1時間の放送に対して10時間ぐらい収録だったんですよ。運動会だったから。それでもう全員集められて、この中で絶対に一人一言喋るのは無理だから、前に出れる人はどんどん出てくださいって言われて、その時にこう結構前に出てたのが私とももちで、結構使ってくださってたんですよ。それ相当いたし、人数相当いましたよ。すごいね。100人ぐらい、100人ぐらいいて、うわー絶対無理だな100人も芸人いたら無理だわ。でその使われたところをマネージャーさんと事務所で編集自分たちでして、でその登録を各事務所、各とこに配るっていう。そうそう、話さなくていいよそれこそ話さなくていいで、営業して TBS 営業して、ゴーダさんとかもういろんな人いいんだよ。バラエティの偉い人の名前出さなくていいんだよTBS もそれこそ言わなくていいよ。ダメだよ。そうなんですね。マネ、二人で直接行ったってこと？直接、全部直接です。いや、でもさ、すごいよね、考えたら。でももう一回、やれって言われたら無理ですね。あ、やっぱその、なんか勢いみたいなのがあったら、もうダメ元で行ってやるみたいな。うん、だからもう一回そのグループの中で一人で頑張れよって言われても、もう無理だと思います。で、それでも、マスノさんも言うもんね。菊池亜美が一番、やっぱ出てて頑張ってたってね。だからマスノさんって、もともと、その、リーダー、次のリーダー、リーダーが卒業するときに、次のリーダー決めるってときに、絶対私ってリーダータイプじゃなかったんですよ。でも、松野さんだけは、菊池で行った方がいいんじゃないみたいなことを、ずっと言ってくれてて、中心になる人物だと思うみたいな、言ってくれてたから、結構ね、松野さんにも全然気に入られてる私。全然気に入られてるよ。なるほど、それ言ってた方がいいよ。全然気に入られてる。あんま通じつ、知らないから。全然気に入られてる。ああ、そうか、そのスタッフさんとか、知らない人もいるかもしれない。それね、だから、そのことだけをいろんなバラエティのところに行って、行った方がいいよ。
そうですよね。いろんな局の TBS とか行って、私、マツオさんに気になれてます。そう。そのことだけを言いに行った方がいいと思うよ。全然気になれそうにないじゃん、私って。だって、そのキャラ的になんか合わな、うん、そうじゃないですか。いや、マツオさんもやっぱ本当じゃないと、絶対言わない人だからね。うん、そうそうそう。だから、ダメ出しとかも言われますけど。全然気になれてる。いや、その、だってあんだけの人数から出てきて、一人で、なかなかだよね、やっぱりね。いやもう今度突破してきたんだな、だからね。あれ、それで、この間、タカさんの誕生日会、うん、タカさんの誕生日会。そう、タカ、私のタカさんの。それまでは別に春日のことは何も思ってなかったの、ね、ちょっと待って、私これ本当言いたいんですよ。うん、なんかね、春日さんがその私のカラオケのこと言って、うん、で、その、ここのラジオの話でしてたのに、私が食いついたみたいな感じになってるじゃないですか。なってるよ。ねね、違いますから。うん、どういうことなんだろう。違う、私は、春日さんは絶対知ってるはずなんですけど、春日さんがタイプ、かっこいいっていうのもずっと前から言ってるんですよ。え？それを言ってないじゃないですか、春日さん。いや、言ってない、言ってない、ラジオで。いや、それを分かって、なんか、菊池ちょっと可愛いと思ったとか、わざと多分言ってるんですよ。あ、その泳がそうとして。私が、かっこいいって言ったら絶対知ってるんですよ。あ、もう分かってるはずなんだ。だからなんか、ややこしくなってるとか言われてますけど、私の方がそうなんですけど、みたいな。なんでみたいな。ややこしくしてんじゃん、自分がって。思ってたんですよ。いや、俺もそう思ってたんだよ。逆。そんで、聞いたことないよ、そんな前から。そのヒルナンデスで、その、ロケの時に、ヒルナンデスのスタジオで誰がタイプなんですかとか聞かれるんですよ。うん、ああ、はい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 。その時に、春日さんですって。言ってんだ。そう、言ってるんですけど、そう、カットされてて。なんでカットされんのよ。そう、で、それを、それも言ったんですよ。え、絶対今なんか、初めて聞いたみたいな反応してますけど、私これ5回くらい言ってますから。本当に。5回くらい言ってるの？言ってる、絶対言ってる。じゃあ誰かから絶対伝わってんだ、春日さん。本人にも、いや、私、春日さんって。言ってんですよって。言ってんですけど、カットされてんですよねって。言ったら、春日さんは、じゃあそれはなんか番組的に面白くないんじゃない？菊池が春日っていうのを。え、もうそれ普通に春日が言ったの？普通に言ってましたよ。これはごちゃごちゃしてるね。いや、これはね。いやちょっと、いやちょっとね、俺もね、話切れちゃってる今。いや、その私結構女子の気持ちをどこだ、なんか泳がせすぎだよね。本当にだから私本当にもう付き合いたいって思ってたけど、今ちょっとなんかこんな男だったんだと思ってる。こんな男。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。いや、なんかその今 CM 中にそのゲッターズ飯田さんにこう菊池さんが今年絶対彼氏ができるって言われてるんですよね、はい、それで実際いないんでしょ。本当にいなくて、で、その、他に何ですかって、もっと詳しく教えてください。ちょっとその前にさ、菊池さんでもモテんの？そもそも。結構、ハマる人にはまるんですよ。本当に。何その曖昧な言い方。あの、全体的にじゃなくて、なるほどね。狭いけど。ハマる人にはまるの。じゃあたまに、もちろん誰とかそういうの聞かないけど、ぐっとこう来る人いる。私意外と、アーティストさんにモテるの。いや、ちょっと待って。ヨタコ言ってんじゃねえと、ちょっと待って、本当なんだもん。グッとさ。本当なのこれ。何聞かせに来てんの。本当に。マイクに近づいてる。近づいてさ、ちょっと作ってさ。やっぱあのバラエティで会わない人たち。アーティストさんって例えばそのミュージシャンとかってこと。どうやって、どういうアプローチされるんですか。たまにお会いした時に、菊池さんをテレビでしか見たことないですけど、僕すごい菊池さんにお会いしたくて。その時連絡先とか、いいですかみたいな感じで、全然いいですよって言って、ご飯とか行ったりとか。でも私、意外と硬いの。いや、知らない。嘘つくなよ。そんなわけねえだろ。向こうでそのつもりで来てるよ。抱けそうだなって来てるよ、それ。ガズが。ガズが良くないぞ、それは。そうですよ。お前。やれそうリストの一番上に書いてある。やめろ、お前。そうなの、だからね、別に何もないですよ。だからそれ、やっぱハマる人にはハマるっていう。で、それで、そういう回があっても、その菊池が、私はちょっと違うかなとか思ってきたってことは、なんかちゃんとどういうところを見てんの、男の。なんか、顔とか本当にタイプとかないんですけど、なんだろう。結構、私、春日さんのいいなと思ったのが、なんか結構春日さんってテレビとかで、
結構前に出る感じじゃないですか。こう、なんていうんですか。キャラ、ギャル風的に。はい、キャラね。でも全然違うじゃないですか、うん、プライベート。ね、そう、うん。それがめっちゃかっこいいなと思って。あ、ギャップだ。そう。でね、その、うん、春菜愛さんのお店で、その、うん、タカさんの誕生日会の時も、うん、その、お姉のユシンってね、うん、私の友達がいるんですけど、うん、その子も一緒にいて、うん、その子はもう、うん、私が前から春日さんのこといいって言ったの知ってるんですよ。あそう、うん。知ってるんですけど、うんあんたずっと春日さんいいって言ってたじゃないみたいな。今日いるわよみたいな。うん、言われてて。はいはい、そう。でも、その、春菜愛さんも、春日さんのこと結構なんか、好きで、うん。どんな三角関係地獄じゃねえか。羨ましいだろ。好きで。羨ましいだろ。地獄トライアングルじゃん。飛行機は消えるとこね。バミューダね。バミューダトライアングル。いや好きで、そうなんか、春日の隣行けよみたいな、なんかノリあるじゃないですか。なんかまあまああるよ、ね。春菜さん行けよみたいな。うんうんうん、だから私、その、うんその一次会が終わった後に、うん、春日さんに、うん、飲みに行きませんかって言ったって言ったじゃないですか。それも、うん、わざわざ、うん、ちょっと春菜さんの前で言ったらちょっとやばいなと思って、春菜さん見送ったの覚えてます？春菜さん見送ったんですよ。なるほどね。こっち、春菜さんこっちですよね。私こっちなんでって言って。そんなんしてた？そう。左なんだけど、右行きかけて左行ったの、私。本当に。本当に。フェイントかけて行った。そう。右ですよって行きかけて左行って、ね、春日さんって。へぇー。あ、それで、直接誘ったわけだもんね。そうですよ。で、その本当、あれ、高校生とかで言うと、もう本当、うん、一緒に帰りませんかみたいな勇気出して。いや、もう、本当恥ずかしかったんですよ。うん、でも、うん、なんか、酔っ払ってたし、うん、そう、酔っ払ってるふりして行こうと思って。いいね、乙女だね。春日さん、みたいな。あ、ちょっと酔った。なんか言ってたもんね。だいぶ酔ってたみたいな。だいぶ酔ってたから。全然。けなげに酔うふりをしてたんだよ。はぁ。すごいお酒強いんですよ、私。だから、そこで、ユシンにも、二人で酔っ払ったふりしようとか言って。誘ってね。水拳を誘ったわけね。え、春日さん、行きましょうよとか言って。なるほど、なるほど。そしたら、なんか、待って、言ってきた頃。うん、なんか、今日も、だから多分、ドキドキしながら来てると思うのよ。な、そう？そうは見受けられない。いや、だからやっぱね、いつもとちょっと私服と違いますし。そう？知らないじゃん。いや、なんか俺はその、しくじりとかで、やっぱ、ちょっとね、あの、なんか、ツヤっぽい私服着てきて。いや、そうでもねえ。肩がゆったりとしてるかで、あと、これ太ったからあと多分ね、あの、多分、小顔エステ行ってきてる。一番いい状態を。今日のために痩せてきてるんですよ。ね、すごい嫌だ、そういうの、私。これ、ね、爪もなんて書いてあるの見せてる、その爪に。まあ、書いたね。なんて書いてある爪。ラブとライク。いや、爪にラブとライクって書いてる。まさに今の気持ちなんですよ。いやー、ありがたいね。どの番組出るより今恥ずかしいの緊張する。すごいな。いや、そうでしょ、うん、なんか、そういう気持ちなんだよ。ありがたいよ、これはね。で、結構もう1、うん、2年前から言ってんだね、全然言ってます。っていう、そのギャップですよ、ギャップ。うん、そうか。で、それお前、ほんと、忘れてたはずないだろ、うん、あの、その、滅多に言われるわけないんだから。いやー、だからそう言われて、まあ、忘れて、まあ、言われて、なってのは覚えてるわ、そういえば。だけどほら、まあ、流すじゃないけどさ、その、ね、あ、そうなんだぐらいのさ、信用はしてないっていうレベル。私めっちゃジャブ打ってたんですよ、でも。ジャブ打ってた。うん、そう、タカさんの時でも、タカさんのオリジナルの、あの、スウェットみたいの着てたじゃないですか。はいはいはい。で、タカさんに、あの、私もこれ欲しいです、とか言ってて、え、何色かあるよ、みたいな話す時に、え、この春日さんの着てる、同じ色がいいですとか、なんか分かりづらいけど、私なりに頑張ったんだから。いや、全然そんな気づかないよ。いや、私も恥ずかしかったんだから。いや、それはね、もうね、耳には入ってたの、音として。でも、脳が反応してない。ただこの色が欲しいんだなって。菊池亜美が言ってるな、ぐらいの。でも、感じだったから、ね。カスラさんは、あの家に住んでて、うん、あの、まあ、節約家じゃないですか、かなり。そこは大丈夫なんですよ。だからそこだけ見ると嫌なんですけど、別になんか春日さんとは、最近出会った関係じゃないから、この、ずっとお仕事とかしてるじゃないですか。だから、なんか全然、ね、やだ、ちょっと。
いや別に誰も何も言ってない。急にお姉出されても困るわ。いや、お姉じゃねえ。いや、でもね、そういえばね、なんかね、俺も、一回ね、なんかね、あの、フジテレビのね、芸人さんがいっぱい出るドラマのね、ラーメンのやつでね、一緒になりました。なんか3人でね、ロケ、ドラマの中のね、ロケみたい。その時も結構ね、2人がすごい盛り上がっちゃって。めっちゃ喋ってたんでしょ、めっちゃ2人喋ってて。で、俺はその時から思ってんの。この2人が結婚したら、ほんと、あの、芸能界で天下取るの。2人で MC やると思って。全然でも、あの、だって、あ、ちょ、ついでさ、菊池さんの方の、その、ラジオね、伊勢原 FM でやってた。違う、ラジオ日本で。ラジオ日本でやってるやつで、募集したんでしょ、リスナーさんに。だからもう、向こうのスタッフさんがもうノリノリで。だから、たださ、アイドルで、菊池さんのファンっていうのが、やっぱ、がっつり聞いてるわけよ。それ大丈夫なの、それは。だから、すごい、ありえないみたいなメールとかも来たんですよ、そうでしょ、そら。来たんですけど、私は、それのメールがありえないと思って、どういうことよ。いや、私のこと好きだったら、春日さんのこと応援してくださいって言ったんですよ。そしたら、次に、ごめんなさいって来た。なんかそういう兄にも、いい子だね、そういう兄にも、もうなんか受け入れますって。ちゃんとそう成立しちゃってんの。ファンとの信頼関係があるから。送り出されてきたってことね。スタッフさんからのリスナーからも。別にでも言っときました。別にあの、今すぐ付き合うとかではないからって。は言いました。だって、そうじゃないですか。ああ、ね、確かに。だから今すぐ付き合うとかじゃなくて、うん、お互いね、そういうのがあるから。でもね、私ね、本当に春日さんとご飯行きたかったんですよ。うん、でも、うん、若林さんがこのラジオで言うから本当に行けなくなっちゃった。恥ずかしいもん。あ、なるほど。俺がこれ言わなければリアルに行けたかもしれないんだ。あの、ご飯はね。何そんな、ご飯はわざわざ別に強調しなくてもいいで、何を想像してさ。違う。だそういうなんか性的なあれじゃないですよ。当たり前だよ。当たり前だろ。俺だってそうだわ。さすがに、早すぎるわ、性的な方に持ってくのに。一発やりたいとかじゃないのね。違う。それで、その一発やりたいとかじゃないんですよ、私は。アイドル。私違うんですけど、それでなんか、言ってたじゃないですか。私もこのラジオ聞いたんですけど。おぉ、ありがとうね。なんか、春日さんが、若林さんがね、一発やりたいとかじゃないらしいよって言ったら、なんか、え、菊池と一発やりたい人がいんのみたいな。あ、言ってた。言ってきたじゃないですか。言ってた。え、超いますからね。来てる。お便りいただいてる。オファーいただいてます。オファーいただいてる。全然来てる。オファーいただいてます。本当にだからもうあーと思って、あーこれもう私突っ込んでたもん、一人でラジオでいるわって。本当に。あー、これは失礼しました。あー、なるほどね。ちょっと見くびってたね、それはね。いや、なんかなんだろうね、なんでそう思っちゃうんだろうね、私が。なんでやっぱりそのあんまりそのさ、フェロモン的な、だからさ、女芸人さんとかと同じ枠で見てんじゃないの。あー、でもそれアイドルだよ。顔よく見てみ、菊池のねえ、手振ってるよ、ほら。この距離で。手の届く距離で手振られてます。全然関係ないけど、たまにさ、もう、信じられないぐらい、丸い時あるよね、顔が。ちょっと激しいんですよね。あ、その日によって変わる。今日はやっぱ持ってきたピーク。だって、カズガさん、あの、太ってる人 OK って言ってたから。あ、そうそうそう。今日はもう、昨日、梅干しサワー飲みまくった。むくんでもいいと思って。むくんでもいい。梅干しとかあるじゃないのよ。食べた。でも、もうぴったりだと思うのよ。なんで？いや、本当に、二人が、あの、付き合うなら、俺マジで本当、あの、マンションのお金出すから。大丈夫？それは全然 OK だもん。それ、例えば、あの、もしかしたら何千万するかもしれないじゃん、マンションって。そりゃそうよ。それ出しても、もう二人が、あの、結婚することで、俺へのバッグがもう80億ぐらい。安いもん。安い。二人にもうずっとついていくみたいな感じになるから、パワーバランス的に。あ、そう。それで、そこまで春日さんはどう見てんの、それ、菊池さんのこと。だって絶対なんか、わかんないですよね。だってそのドッグカフェの人が気になってるからっていきなり私言われたんですよ。はいはいはい。で、それ、このラジオで言ってるんですよね、ドッグカフェの方の。そうそう、長いのよ、それ。そう、私、全く知らなかったのに、全く知らない私に言ってくるって結構ガチじゃないですか。あ、ドッグカフェの気になる子がいるから。しかも、今日ちょっとごめん、明日早いからとかじゃないんだもんね。ドッグカフェのっていきなり言ってきたんですよ。え、ドッグカフェみたいな。ああ、そのね、ここに、その、が、負けてんの、やっぱ、アミミは。そのドッグカフェのこと。
あー、まあ負けてるよね。それは負けてるよ。あー、ちょっと待って。ちょっとショックだ、ね。どこの毒カフェですか？なんで行こうとするんじゃないよ。一応。見に行こうとするんじゃないよ。どのくらいの感じで。一応見たい。まだ諦めてないわけでしょ。だから、それで。いや、そうだからさ、いや、好きとか嫌いとかじゃないのよ、もう。うん。うん。だからもうさ。いや、一回さ、そういう目で見てみてください。いや、だから、二人で、今日はね、うん、俺はね、ちょっとね、うん、考え方変えた。何よ。実は、今日はこのラジオで、付き合う付き合わないどっちっていう着地点まで行こうと思ってたの。うん、はっきり白黒さすって、はいはいはい。でも私今二人の感じ見てやめました。もう何よ。今日は、うん、とりあえず、一回だけ二人でご飯に行く約束をしましょう。それで終わりましょう。ちょっと待って、恥ずかしい、恥ずかしい。いや、本当に恥ずかしい。ね。やば。ちょっと。それでいいですね。いや、それはいいよ。いや、それなんでよ。それひどいよ。うん、ご飯ぐらい。いや、何人かだったらいいけどさ。うん。二人で飯ってもうなんかもう、うん、笑って、面白いじゃん。いや、これはガサガサ失礼よ、その言い方は。何喋るよ。失礼、本当に。いや、喋る、うん。そういえば、ガサってマジで全然喋んないのよ、普段。そう、だから全然喋んない人がいいんですよ。うん、ああ、そうなんだ。自分が喋ってる方が。うん。あ、うん、でもね、それだったらいいと思うよ。うん、本当に喋んないからね。そうだ、カズガさんって、うん、その、オフの時髪の毛下ろしてるじゃないですか。はい、星さんみたいにしてないじゃないですか。今もね。そう、今もしてるから、これもなんかちょっといいですよね。これでもこれはみんな言ってます。ああ、かっこいいって。オフの時髪下ろしてるから、なんかかっこいいよねって。あ、なるほど。すごい言ってますよ。周りの人。じゃこの状態で、じゃあご飯行きたいぐらいの感じ。何食べに行く？いや、それはもう、行きたいけど行けない私も。俺が金出すから全部。あの、個室と。予約も俺が全部する。あと、二人には時間だけ送るだけ。お互いに入ってきて。うん。で俺はもう、あと、俺はそこからあとは、もう絶対聞かないし、もうラジオでもネタにもしない、今日してくれよ、ネタに、そんなもん。私と春日さんが今後何かあっても絶対言わないでくださいね、うん、ラジオで。なんかムカついちゃった、今。なんでなんでわかんないじゃん。もちろん、だから、ここから先は、私はそんなブスで、うん、そんなね、若い二人でって感じですよ、本当に。なるほど、あとはお任せしますと。そうそうそう。でもやっぱり、やっぱいつものバラエティでは、戦闘モードの菊池さんといつもと違う、やっぱ。やっぱ女の顔してる。そう、いや、戦闘モードでしたって。同じだよ。いや、いつもと違う。戦闘モードじゃないんだな。いつも今日違うよね。違う。いつも、そう、女の。いつもより面白いよ、なんか。いや、私本当に。私も面白いと思っちゃって。今日マジで緊張しててやばかったんですよ。あ、そう。本当に緊張した。最近のもう、うん、番組収録よりも全然緊張しない。なるほど、ね。そう。本当に。一回お風呂入ってきたんだから、私だって。本当ね、一回帰って。落ち着こうと思って。そう、ちょっと歩いて帰ってきたから。いいよ、そのままで来なさいよ。いろいろ考えちゃう、この、いろんなこと。オードリーのオールナイトニッポン。ほんと CM 中にもね、ほんと二人がね、うん、千葉喧嘩を始めちゃって。いや、千葉喧嘩じゃないよ。どういうことかっていうと、うん、そのドッグカフェの女の子、春日さんが、うん、付き合ってんのかどうかってことを、うん、ちょっと菊池さんが問い詰めるという形で。気になりますからね。ね、言えないのかなと思って、ラジオでは。あー、うん。そういうわけじゃないけどね。まあ、春日さんもね、これ、菊池さん、一つあれなのが、はい、やっぱ、こんだけかっこいいじゃないですか、うん、もちろん。そうなるとね、やっぱ、女性ファンがやっぱ多いんですよ。でもそうですね、本当に、うん。こっちにも来ましたもん。うん、本当に春日さんのファンの方で、うん、マジで菊池亜美だけはやめてほしいみたいな。本当に来てますからね、こっちにも。それだけ。それはひどいね。ひどい話だよね、やっぱ。やっぱその彼女がいても、その言うことはできないっていうのが、本当、もう2008年からそうだと思うな、お前な。取り決め、事務所との取り決めあったもんね。事務所厳しいんだ。アイドルじゃねえんだからさ。それこそさ。俺は結構なんか風俗行ってるとか普通に話してるんだけど、カスはやっぱそういうタイプじゃない。いや、結構話したよ、その類の話を。ラジオでまあちょっとそれは聞けないと、うん、ドッグカフェのことはまだ真相はね。いや、聞けないってもそんなないからね。うん。進展が。いや、まあこれで、ちょっと、うん、俺はちょっと考えたんですけど、うん、やっぱ、二人の距離が、ちょっと空いてるんですよ。まだ。もうちょっと詰めてほしい。
菊池さんの爪にもね、ラブかライクか。ラブかライクかどっちなんだみたいな距離になっちゃってもう常にもう自分のそのメッセージが、はい、メッセージネイルですね。ね、恥ずかしい、うん、本当ね、今後なんかバラエティとかで一緒になるのやだ。なんでよ、すごいやだ。全然いけるよ。恥ずかしい、私無理。女出ちゃう。本当に私だって女なんだから。それはね、それはわかるよ。それはもちろんわかるけども。実際さ、うん、彼氏はさ、作ってもういいの？もう。全然いいんですけど、その、マスノさんとかにも言われるんですよ。菊池は絶対に、男いない方が、面白いよって、言われるから、そんな彼氏できました。例えば鈴木奈々ちゃんとかも結婚してますけど、ああいう感じはないと思うよ、みたいな。言われてて、確かに自分でも、なんか恋愛の話とかあんましたことないし、別にないし、そんななんか恋愛トークの番組とかあんま合わないんですよね、多分。そういえばそうだね。あんまり確かにイメージないね。で、もしさ、だから付き合ってる時から付き合ってますっていう人いるじゃん、芸能人でも。どうすんの、二人は。ちょっと今二人で話し合ってよ、それ。もし付き合ったとして。私は、じゃあ私から行きますね。私から行くんだね。いいよ、それは。私は、あの、一年ぐらい付き合って、付き合って、婚約の時に、スポーツ新聞でバレたい。いや、だから、だから一年ぐらいは内緒にしとくっていうことだね。付き合ってる時は内緒。それで、カズカさんはどういう希望は？希望は、まあやっぱりその、公表はしたくないよね。それは1年2年1年2年っていうか、その結婚とか婚約した時に発表したい、うん、結婚とかもなるべくしたくないけどね。結婚したくないの？その公表をね。ああそうなったらね。そんなことだって許されない、うん、なあ許されないけど、うん、そういうことになったら出すけど、うんうん、あ結婚になったらね。そうね、お付き合いしてる時本来付き合ってることもあんまり公表したくないという、うん、まあそう、ね、じゃあまあ同じだね、ほとんどね。一応ほんとあのうちの事務所の人と若林さんだけが知ってる、うん、いや俺はね、あのせそうなったら聞きたくないわ。嘘、ずーっと面白いから俺。そうなっちゃうでしょ。その面白さで、これはもう絶対伝えないでください、私には。だってあの私のね、友達モデルさんで、はい、そのジャンポケの太田さんと結婚したんですけど、絶対内緒にしてたけど、うん、相方さんには言ってたって言った方が円滑に進むよっていうアドバイスもらったから。俺は無理だわ、菊池亜美と付き合ってんのちょっと、でも公表はしないから隠してくれって言ったら、毎日面白すぎて、そうだよ、それがなんかしくじり性出てることも変なツッコミしちゃう。嘘。それがだからやっぱり、ね、かでも内緒にするってことで気があって、それで同棲はするの、それとも、うん、あの別々の、それはもう別々でしょ。別々、菊池さんもそう、うん、私任せる。いや、ま、自分で決めなさいよ。なんで、ね、なんで笑ってんの。だってリアルちゃんと答えてって言ったじゃん。いやおかしいですよね、ちゃんと答えてって言ったから、ね、ちゃんと答えてる。確かに任せる、任せる、確かに任せる、そこは耳は悪くないよ。もうなんかね、すごいテンポぴったりだよ、任せるんだから。任せる。で、菊池さん、あのその料理とかできるの？料理は意外としますよ。そんなすごい凝ったやつとかじゃないですけど、普通の。で、カズヤさん、あの、ボディービルやってるから、うん、その食事制限とかあんのよ、うん、炭水化物とか。そうよ。そういうのあるとめんどくさいでしょ、だって、そんなになったら。うん、大丈夫、うんできる。そういう時は大丈夫だと。できんの、うん、うん。意外とね、うん、あの、大丈夫、そういうの。あ、そう。合わせられる。合わせられる。うん、なんか作ってくれるってこと？はい。料理と。あとね、ちょっともう一個ね、うん、問題があって、その、ちょっと話しにくいことなんだけど、その、ちょっと夜の方なんだけど、うん、あの、カスラさんがね、もうね、うん、あの、相当パワー系なのよ。それ大丈夫かなと思って。でもそれも、で、大丈夫だよ。口闇もさ、あーじゃないんだよ。え、全然大丈夫、私。普通に話して。ずっとそういうのないから、あの、本当に。ああ、そう。そう。パワー系なのは大丈夫ね。うん、全然もう。ああ、うん。全然平気。で、その、で、それで、で、体勢とかスタイルを変えるときに、春日が癖で、うんうん、よいしょって言うのよ。それ大丈夫、ね、ああ、うん。お祭りだっていう、その、自分も哲学があるから。うん、でも、私全然本当に、うん、もうそっち系大丈夫。本当に。いや、経験したことねえだろ。意外と盛り上がるかもよ。
盛り上がるかも。盛り上がるかも。じゃあ、アイドルでしょ？わかんないじゃん、だって。ダメよ、そんな答えちゃ。わかんないじゃないですか。そもそも答えちゃダメな質問だから。意外と、春日さんが引くほど私がすごいかもしれないし。広げんじゃないよ、アイドルが。自分で言うんじゃないよ。ダメよ、そんなわかんないって言わなきゃダメなの、アイドル。わかんないけどね。わかんないけど。いや、これ俺、いいと思うけどな、ほんとに。いや、こんな日本を幸せにするカップルいないよ。だって、誰も羨ましくないんだから。そこなんだよ。そこなんだよ、そこ。いいじゃないですか。これはいい意味で言ってんだよ。こんななんか和む、心がほんわかするカップル。応援してくれるってことね。ほんといないもん、やっぱり。だから会うタレントさん、会うタレントさんに、なんか、なんとなく聞いてみたんですよ。春日さんとかどう思いますね、なんか、アミちゃん彼氏いないのとかよく待ち時間とかなるんで、え、春日さんとかどうですかねって、井森美幸さんに聞いたんですよ。すごいね。そしたら、すごいとこ。その、それこそバラエティ前日の時に、春日くんめちゃくちゃいいじゃんって言ってて、でもなんかその歯並びとかが、悪い子がいいって言ってたんですよって言ったら、本当に付き合うとなったら私もう前歯抜いてあげるからって。井森さん、面白い会話してんな、さすがに。前歯抜いてあげる。糸でこうやって。なんで昔の抜き方するんだよ、それで。ああ、全然選びよね。いや、そういうわけじゃないの。前歯がない子が好きとかじゃないからね、別にね。いや、俺、ほんといいと思うけど、その24時間テレビとかも、なんか、マラソン。24時間テレビとか、マラソンとか走ったりして。日テレの方二人で。そうそう、二人で。二人で。二人か、春日走ってんのを、なんか、菊池さんが応援しに行く。いや、もうそれ。いや、面白いよ。超バラエティだよ、それは。それは、菊池さんはさ、あの、俳優さん、ミュージシャンの方もいるし、芸人さんもいるし、そういうの別に考えてない。どんどんジャンルがいい、嫌だはないの。全然、あの、できれば普通の一般の人の方がいいなって思ってたんですよ。なんか、ねえ、ちょっと笑わないで、私の恋愛感。なんで？だってなんか、その、その、ネタにとかできないから、多分、その、面白くないから、自分が言ったとしても。だから、一般の人だったら別に興味ないじゃないですか、みんな。聞かれないしね。そうそうそう、そっちの方がいいかなと思ってたんですけど、でも最近はそういうの囚われないようにした。ああ、春日に出会っちゃったからね。やかましいわ。そうそうそうじゃねえよ。いや、今日はやっぱね、ずいぶん艶っぽいです。いつものね。いや、もう笑っちゃう。もうやめて。頑張れよ、最後まで。いつもの、じゃあ今日やっぱお風呂入ってきてるからかもしれませんけどね。で、春日さん自体の、これはね、菊池さん前に抜きにして、俺もほんと春日の、ほんと高校の時のタイプで、もう止まっちゃってるから、実は俺も。どういう人が好き。で、そのほんと歯並びが悪くて、もうほんとぽっちゃり。もう、その彼女しか見たことない。毎回ぽっちゃりで歯並び悪いから、気持ち悪いと思ってます。それはもうしょうがない、そういうのがいいんだ。本当にそうなんですよ。変わりません、でも、タイプで、それが変わったかどうかですよ、春日さん。どうなの、最近の、その。最近？タイプ。ああ、まあ、そういう、そのね、歯並び悪くて、ぽっちゃりっていう子だけじゃないっていうのは広がって大人になってね。そうね。うん、ピンポイントじゃなくなったっていうのはあるけども。はいはい、はい。うん、私は私。で、どうな、うん、結構ね、言ってたよ、春日も。なんか、本当に、その、ロケのやつね、うん、やった時、あんだけ裏表ない子も珍しいよな、この世界では、みたいな話になったのよ。二人で。うん、なんか、そのまま、もう、なんか、銃を銃で喋るもんな、みたいな。話をしたら、なんか、確かにそうですなぁ、みたいな。言葉少ないから、普段。で、俺もね、その横顔見てね、こいつかっこいいな。ああ、嬉しいね。嬉しいわ。嬉しいね。やっぱ分かってんなっていうね、ところがあるわけでね。そこは、いい子はいい子で、めちゃくちゃ。いい子はいい。それでまあ可愛らしいと思う。それはアイドルさんですから。何が無理ですかじゃあ。無理っていうか、無理とかじゃ、いけるとかじゃない。面食らっちゃってんの、いきなりで。もしかして。面食らっちゃって、まあ、面食らっちゃってる部分もあるかな。あるし、やっぱりそういうやっぱり感じじゃないんだよ、そもそもね。どういうこと？好きだ嫌いだとか言うんじゃなくてさ。うん、やっぱ面白いな、とか。でも可愛いと思ったんでしょ、タカさんのカラオケで。それはそのギャップでね。あ、それなんか、歌は恥ずかしいんだ、みたいな。じゃあちょっと今いけますよ、カラオケ。歌えますよ、今。いや、ちょっと待って。じゃあそれは無理です、絶対。無理？絶対嫌だ。あ、この、ねえ、やだ！ねえ、ちょっと待って、本当に嫌だよね、本当に絶対嫌だ。絶対嫌だ、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 本当に。
これこれこんなこんなこれだった若林さん、これはダメね。若林さん悪い、ほんとにダメ。じゃあ一回ちょっと止めましょう。ちょっと待って、この感じが可愛かったってことですか。まあそうだ、その時はね、今まさにまさにこの感じよ。その時はねって、ちょっとどういうことなのよ、うん、何がその時は可愛かったの、 その時みんなバーって歌ってて、うん、それこそ春菜愛さんのねお店で、うんうん、バーって盛り上げてカラオケバーってやってたのよ、はいはい、でなんか菊池も歌えよみたいになって、はい、いややだやだってまさに今こういう風になったの、ね、なって、うん、で誰かこれ入れたの、うん、でバーってじゃあ歌おうってなって、もうこんな感じ、うん、本当にやだやだって言って最終的に大西ライオンが歌ってたからね。本当に嫌なんですよ。だからやだやだって言って歌った方が絶対面白いというね。面白い、本当に嫌だから、もうバレないようにこうねやってたんですけど、ああ急に入れられちゃったから、それを見て可愛いと思ったでしょ。その時はね、やっぱりあそう何でもやりそうなイメージじゃん。それこそバラエティロケとか見ててもさ、ね歌歌う以上に恥ずかしいことやってるじゃない。言ったら、うん、ちょっと、うん、なんかお前今日感じ悪いじゃん、ね、感じ悪い、ね、思ったすげえ上から。だってさ、そのさ今思ったんですけど、うん、そこで私のこと一瞬でも可愛いって言ってくれたのに、うん、なんで私とは、うん、だって やればできるでいいじゃん別に。別にアイドル日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。自分を肯定しろ。今の話はね、うん、その CM 中ですけども、はい、結局その付き合う付き合わないまでの話は菊池さん的にはまあそこは置いといて、うん、あの一発やるぐらいの感じでは見てくれないとおかしい、うん、そういえばっていう、普通に考えたらおかしいでしょ。だってそうだね、私が春日さんと一発やりたいっていう発言はそれはおかしいと思いますよ。そうおかしいよ、アイドルだもん。でも、うん、それを一発やりたいとかじゃないですよっていう、うん、受けた春日さんが、うん、いや俺は一発やりたいけどねで、うん、いいよね、いいじゃないですか、うん、なんでやりたくないのって感じじゃないですか。逆に付き合って付き合ってって別に言ってないもん。で俺ね結構やっぱね春日ね、岸さんというか皆さんが思ってるようにね、うん、ウブなのよ、うん、結構、まあね、気安くシャイというか、うん、で距離をちょっと縮めた方がいいと思って、でちょっとあのヒロシが徹夜で考えてくれた、うん、あの吊り橋効果じゃないけど、二、うん、人でドキドキして、うんうんうん、共通の体験をしてちょっと距離縮めたいと思って、うん、ちょっとドキドキお財布キャッチっていうのをやりたいんです。何それろくなもんじゃん、ヒロシ考えたってなったら。で、春日さんが、うん、裸になって、うん、私がね、うん、上から、うん、春日さんの財布を落とすんです、それこそね。うん、で、その菊池さんが反射神経で、菊池さんの手と手の間を落とします。うん、それをパーンと挟んで、キャッチできたら合格、うんうん。ただ、キャッチできなかったら、下に春日さんが寝てて、うん、お湯の入った、お湯の入ったね、たらいというか、OK というか、あるんですよ。うん、洗面器が。うん、でその中に財布が入っちゃいますから、もし菊池さんがキャッチできなかったら。そうなってくると熱いわけですよ。それを二人で乗り越えてください。ちょっと待って、もう一回ちょっとあんま聞いてなかったわ。なんだって。だから俺が高いところからこれ机に登ってお財布を落とします、うん、それを菊池さんが反射神経で、うん、手で挟んで、どうぞ、白羽とみたいな感じでね。でそれを、うん、取れなかったら下に春日さんが寝、ちょ寝てください。もう私が寝てる、それがよくわかんねえんだよ。でそこのお湯の中にお財布が入っちゃう。ひろし、お前なかなかお湯入れてきたな。量多いな。使っちゃうこれ。もう跳ねちゃうぞそれ。もし全然大丈夫、全然。私がね寝て、お湯はどうすんの？お湯は春日さんのお腹の上に置くんですよ。あそこに入っちゃうってことね。大丈夫かな。でお湯こぼれて熱いし。そう。それを二人の愛の力で乗り越えてみろっちゅう話だよ。いや、なんでそんな試練を与えないきゃいけないの。でも頑張りますね、春日さん。なんで前向きなんだよ。いいね、じゃあ春日さん寝て。寝て？そう。いや、これまた熱いやつだろ？ね。なあ。真剣に私も、だから今日バラエティー、どっちが面白いとかいうテンションじゃないから。これは面白じゃなくていいから、うん、本当に。面白いとかいうテンションで来てないから。うん。誰かに評価されたいとか思ってないから。今日はね、一、うん、人の女として来てるんだから。見頼むよ。うん、これ、菊池さん一丁羅で来てくれてんだから、本当にね。一丁羅で部屋着だろ、そう考えたら。いきますよ。頼むよ。大丈夫？俺、お財布もダメになるしさ、中身も。急に落とすからね、菊池さん。オッケー。よく見といてよ。
え、待って、これめっちゃ可愛い。もう行きますよ。頼むぞ、行きますよ。よーい、スタート。頼むぞ、頼むぞ、頼むぞ。待って、待って。行きますよ。どっち見ればいいの？財布は見ればいいの？下がねえって。洗面器見てどうすんだよ。バカ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 。もう財布、財布、あー、ギソギソ。おい、おい、菊池さんに。頼むで、あっちいなぁ。何やってんだよ、あっちいなぁ。見逃すんだよ一瞬の先にされちゃったバカじゃないいやーこれー結構ですよこれあすいません春日さん濡れちゃったいや考えられないよ、どういうことが考えられないのよちょっとしっかりスローですんだ何しっかり仕切ってるんだよいや、見逃すってありえるいや、一瞬なんかキャッチできないとかわかるけどさちゃんずっと見てたけど一瞬見逃すなんてねえだろこのゲームに関してなんで目を切るんだよすごい見逃した一瞬だけいやー、そうかここでね、でもドキドキがあったんですよ、二人あった、なんかドキドキしたでしょめっちゃ近くに感じますこういうのもっとやってきたい効果的面だね春日を、春日を近くに感じ感じたいですね。春日さんはどうだったの？いやまあ確かにさっきよりはね、こういうゲームをやることによって距離は近くなったけど、やっぱり仲良くなったとかじゃないね。なんでなんだと。腹立ちなぜ見逃すんだと。目を切るんだそれは女の子ね、その反射神経なかなか難しいよ。いや、キャッチできないのはわかるんだよ。見てねえんだから、その瞬間。どういうことなんだって。え、あのって言おうと思ったら。なんでかい。集中してないんだから、その時。意味がわかんないの、このゲーム。やられた一瞬。俺もあんな上から、財布が水に落っこってくの見たの初めてです。そうでしょう。もうほんとミルクなの王冠みたいになってます。それがなんか二人の幸せの証みたいに見えました。いや、綺麗じゃないよ。楽しくないですか？でもこれほら。なんかすごい。できるんですよ。うん、なんか俺も二人が、二人がテンション上がってるの見て、俺も嬉しかった。なんか、なんか、本当に。うん、すごい。でも私もなんか私たちで笑ってくれる若林さん見れて嬉しかった。共同作業じゃなくて。嬉しかった。共同作業じゃねえよ。めっちゃ嬉しかった。私は財布にいられただけなんだ。私すごい嬉しかった。いや、そういうことなのよ。じゃあいいね、春日さん。これ食事行くっていうことでいいね、今。今ので今ので食事行くにはならなくないかいならないか。財布落とされてさ、お湯ぶっかけられてさ、体に。まあなんか、ちょ、変だよね。ご飯もね。ご飯行くっていうのもないっていうのは、なかなか、ドッグカフェのこと、ちょ、なんか関係あるの、やっぱり。絶対ありますよね。いや、関係あるとかじゃなくて、それはまあ大事なね。そう、時期だからさ。大事な時期。そうよ。ちょっと待って、ちょっとやだやだやだ。今のこれでも掘らなきゃダメだぞ、これ。何がだよ。大事な時期っていうのはどういうこと？いや、そういう瀬戸際のところよ。何が？いや、そう、お付き合いするのがどうなの？何年やってんだよ、お前。お前、なんでドッグカフェってもう2、3年行ってるよね。でも37ぐらいってなかなかすぐ言わないじゃない、そういうの。俺なんか結構すぐ言うけどね。あ、そうなの？言う？最近言わないだって。言う言う、ガンガン言うもん。どこで言うのよ。いや、キャバクラとか。若林さんは、おじさんあの、彼女、いないんですか？いないんですよ、これが。でも、私ね、これガチな話、これも本当に笑ってほしくないんですけど。何じゃ笑わない。あの、若林さん、マジで手島さんいいと思う。手島優。いや、手島絶対いいと思う。本当に。素敵だと思うんだけど。いや、絶対合う。いや、もったいないよ、もったいない。私、この間、手島さんとご飯行った。手島さんって、そう、そもそもが若林さんとか、それこそバカリズムさんとか、そういう系の人好きなんですよ、すごい。ちょっと、なんか、暗いというか。なんかちょっとこう、何か知能派っていうんですか、なんていうんですか、知的派みたいな。インテリっぽい。そう、インテリっぽい感じの方が好きで、ずっと言ってて、その、若林さんが出てる番組とか、本当に全部見てるんですよ。気持ち悪いぐらいマジ見てますよ、本当に。あ、そう。全部見てて。うん、好きなんだね。そう。本当に。じゃあ、わかった。こうしよう。何？えっとね、4人で俺ん家でそうめん食べよう。で、地獄じゃない。ね、4人だったらいい。流しそうめん。ね、4人で行こうよ。4人で盛り上がっちゃってんじゃない。すぐ言える。絶対行かないだろ、そんなもん。俺ん家。
オレンジでやろうから。家で行きたい行きたい。4人で流しそうな。テジさんだったらすぐ誘えます。テジさんってなんだよ。テジさんだったらいつでも誘えます。俺もテジさんとあの財布のキャッチのやるから、ね。テジ手全然動かしてないの、テジって。家で家に行きましょうよ。それ、4人でいいね、カズさん。4人ならいいね、カズさん。まあまあ、4人だったらいいよ、うん。それだったらね。じゃあ、そのね、うん、菊池さんもカラオケも歌って4人だから、それはいいでしょ。ちょっと待って、ね、うん、本当にそれは嫌だ。ね、本当に嫌だね。ダメ、4人しかいないんだよ。4人だけど、もうぜ、そういう決まりはありますよ、ルー。決まりは。約束。もう全員爪にラブとライクって書いてくるって、それは絶対やってくださいよ。へぇー。ね、菊池さんね、そういう回ですから。あ、そう、じゃあお店をね、教えてもらって行かなきゃいけないじゃん。4人ならいいの？いや、テジさん多分めっちゃ喜ぶと思いますよ。結構ガチで。で、そのご飯の時に、プラチナムのマネージャーさんもいたんですよ。で、若林さんって言ったら、マネージャーさんが、いや、手島が言う若林さんって、ガチすぎませんって言ってて、ガチすぎるから、その、これ出るって言ったんですよ。出る時に、私が言っといてあげますよ、若林さんに言ったら、マネージャーさんが、いや、手島が、その、若林さん好きっていうのは、ビジネスじゃなくてガチだから、気持ち悪いぐらい好きだから、多分引いちゃうよって、若林さんが。ってぐらいすごい。ああ、じゃあなんか番組とかでネタにされても。だって言われたことないですよね、多分。ない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 。なんかうまいこと答えられないぐらいの、レベルのマジなんだ。だからそこはさ、私と、春日さんが先になんかもうちょっといい関係になっておいて、次のさ、バトンを渡そうよ、こっちに。わかりました。じゃあやりましょう。絶対頑張れ、乙女。ん？欠落アウトネオをやりましょう。ちょ、待って待って、なんでさ、バカなゲームの流れになってんの？またバカなゲームだろ、それ。菊池さんが今決意してくれたんですよ。なんつった今。頑張れ乙女、かっこ笑い。欠落アウトネオをやりましょう。アイドリングの曲だ。頑張れ乙女、かっこ笑い。ね、はい。どういうことかというと、うん、春日さんのお尻に、うん、マスを4マス作ります。なんで4マス ?4 マス、はい、分割すんので、お尻の、出口があるじゃないですか。うん、はい、お尻の出口が、まあ、その、なんていうんですかね。何よ。ブルというかね。あ、一発で4枚抜きできるんですよ。あ、だから、もし真ん中に来たら、アナルと言ってください。あ、私が？いいですね。したら、もし真ん中に菊池さんがお湯をこぼすことができたら、二人で食事行ってください。いいですね。それを春日さん、どこにお湯が落ちたか言ってください。じゃあ、お尻出して。いや、待って待って待って。やろ！おい、そのお湯大丈夫か？俺もう最後だぞ。寝てくださいじゃない？でも床びしょびしょ、びしょびしょの上に寝んの？事務所的に大丈夫このゲームは。全然何でも大丈夫です。全然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 。俺曲をさ、ネタにされちゃって。これで、カズさん、ほんと、真ん中に落ちたら、食事行ってくださいよ。それはじゃあ分かる。まあ分かった。うん。いいね。真ん中も難しいでしょ？そう、言って。だから、お前が食事に行きたければ、うん、なるべくお尻を開いて。待つということになります。寝てるんでしょ。どういうこと。すごくね、これ順番おかしいですよね。食事に行けないのにそのお尻見れるって。ポジティブ。ポジティブな考え方するな。見れる。これはプレミアムです。お尻が見れるって多い。いや、いいですね。すごいよこれ。冷たい。冷たい床くなってるからさ。あ、これ昔イボ。イボを凍らせて取ったとこが後になる。ねえ、ちょっと待ってね。思ったよりめっちゃいいお尻なんですけど。ビビる。ねえ、超ビビる。だって刺すんじゃないよ。マスを書いてんだよ、俺は。ブルに刺すんじゃないよ、マスを。マスを書いてんだよ、マスを。またやろ。ブルに刺すなよ。マスを書いてんだから、しょうがないぞ、それ、マスを。待って待って待って。いや、その縦の線いらねえだろ別に。なんでよ。いや、縦の横の線はわかるよ。はいはい、縦の線いらねえだろ4分割の。何を言ってんださっきから。引き締まってるぞ。ちょっと待って待って待って。さあ、すごい引き締まってる。いいよね。鍛えてるから。鍛えてるからね。ストイックだから。4と。今書きましたから、菊池さん。これで真ん中に落として。食事に行きましょう。はい。それでは菊池さん、ちょっと待って、頑張れ乙女、かっこ笑い、欠落アウト、用意スタート。
きます。このまま。あっ。すごい。すごい入った。すごい入った。すごい入った。春日さん。思ったより入った。春日さん、当たった場所を言ってください。アナル。あやりました。ありがとうございます。アナルいただきました。ダメよそんなこと言っちゃう。食事でございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。頼むよ。嬉しい。いただきました。いただきましたじゃないんだ。しょうがねえな。いや、しょうがねえな、本当に。結構すごい一生懸命当てに行ってたもんね。そうだね。2回入れたよ、2回。ガチになっちゃった。面白かった。あ、まだ本番中これ。あ、まだ本番中。あ、そうなの。落ち着いちゃったよ。興奮して音が聞こえなくなっちゃった。はぁなんて言っちゃってさ。いや、だからこれ食事で、うん、お店の方任せてください、私に。いや、いいよ。それはもうなんか撮るよ、こっちでさ。撮るよっていうか、最後、じゃあもう自分で撮ってくれますか。そんな若林さんの世話になることないでしょ、だって。あ、本当ですか。悪いでしょうよ。じゃあ、春日さんがやってくれるって。本当ですか。いや、もうそれはもうね。うん。ゲームでね、そう、やっぱアナルいただきましたから。いや、そう、俺も上からほんと見えた、うん、完全にアナルで落ちてた。いや入ってたよ。結構締め気味で私も言ってたんだけどね。入った初めてやったのにこのゲーム。当たり前だよ。絶対やんないだよ、ね。ということで、よかった、うん、最後はね。ありがとうございます。まあまあまあ、そうね、よかったよかった。付き合いがそういうことじゃなくて、うん、仲良くなるだけでもいいじゃないですか。うん、ちょっと来るのすごい緊張してたから、うん、本当にこれで距離が縮まったと思って嬉しいです。うん、そうですよね。よかった、それはよかった、それはね。うん。菊、うん、さん、ちょっとまたいつか来てください、はい、このラジオ。もしよかった、ね、よろしくお願いします。今日は遅い時間、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね。